電波事故になるだろう、お前。どうするんだよ。音が、自分、みんな音、なんないって壊れてるって苦情の電話すごいんだけど、今。そうね。ね、何してんの、かいいの？いや、ちょっと、エアギターをしてました。エアギターでしょ。はい。聞いたことある、それ。はい、っていうか、もう一回やってみて。こういう感じですね。ありがとうございます。はい、また来週。終わっちゃダメだろ。え、今のは何やってたの？いや、ちょっとコレクターズとかをこう、かっこよく弾いてた。うんうん、コレクターズは何ていう曲やってたの今。世界を止めてっていう。世界を止めて。すごいいいラブソングなんですけど。いいよ。バッ、はい、せーの。あ、そういう感じなのね。そういう感じなのね。そういう感じなのね。すっごいわかる感じがする。あのね、でもね、全然違うから。ダメだから、そうやって、本来だからどうやって弾くのかっていうのを、はい、今日は先生にお越しいただいてます。はい、この方です。おご紹介しましょう、ザ・コースターズ、古市小太郎さんでございます。今のはエアギターじゃないんですよね。まあでもフィーリングはエアギター。フィーリングはエアギター。シック・ザ・コレクターズ20周年何元気になってんだよお前急。はい、ということでまして、本日はですね、ザ・コレクターズのギタリストのですね、古市小太郎さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、コレクターズ20周年。20周年ですね。早いですか、長かったですか。まあ早かったですけど、うん、まあ、一つずつ思い出すとやっぱ長いですけどね。あ、そもそもコレクターズが始まったっていうか、バンドがスタートしたいきさつ、なんて言うんだろう、東京モッツシーンっていうのがありまして、はいはい、いわゆるモッツがね、はい、集まってるクラブとかがあって、うん、まあ、そこに出入りしてた連中で、まあやりますかみたいな感じですよね。うん、気の合う、そうそうそう、うん、メンバーたちで、まあ、かなり極端に言ってますけど今、まあ、そんな、あ、簡単にね、はしょってはしょって、でも最初はじゃあ、うん、どんなことやろうかみたいな話から、まあ、みんながモッツ好きっていうのも、そうだね、で基本があったかもしれないですけど、うん、でうちのボーカルのバンドをよく見に行ってたんですよ僕が。あ、うん、でまあ客とあれみたいな。あ、本当。うん、で向こうも解散して、はいはい、僕も解散して、じゃあちょっと一緒にやるみたいな。ああ、うん、そういうタイミングだったんだ。そうですね。あらま、うん、どうですか。何がですか。楽しんでますか。楽しんでますか。楽しんでますか。なんか噂によると台湾、台湾に先日、先日も今台湾ライブ、台湾帰りで今、台湾帰りで、はい、ね、日本涼しいですね。あら、どう向こうはどういうところでやるんですか。いや、ライブハウスですよ普通。ライブハウス、うん、綺麗な、割と綺麗で、うん、設備はねやっぱりまだちょっと遅れてる感じなんで、機材的なもの、うん、でもね、うん、それもお客さんもすごいね、うん、ピュアな感じでね。台湾の割とこう打てば響く。あ、ほんと、うん、よかったですよ。ノリ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 で、うわー、いいなそれ、なんかその時に写真とか見たいな、なんか。そうですね。ねえ、で不思議な感じ。え、うん、台湾って僕行ったことないんですよ。台湾ってどんな国なんですか。暑い国です。暑い国ですよ。食べ物は、まあ、いわゆるシャオロンポね。シャオロンポ、はいはいはい、シャオロンポと、まあ、僕はもう結構ハンバーガーとか食べてましたけど、うん、あのホテルに近かったんで何しに行ったんだった、簡単に、簡単にね。そうなんだ。やっぱ仕事で行くとさ、羽も外せないんですよ。こうなんつうんだろう。ちゃんと体調整えてみたいな感じで、あ、はいはい、安全牌でハンバーガーって感じでね。あ、その食べるものはね、そうです、食べるものに関してでしょ、そうですね、なんかね、あの、でもバンドでが外国、うん、海外とか行く感じっていうのは、まあ、レコーディングはねもちろんありますけど、うん、ライブってのはそんなやんないじゃないですかみんな、はい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 、でしかもほら、なんだろう、日本からねファンクラブ300人連れてったわけじゃないですから、はいはい、現地のお客さんがね中心ですから、まあ、外滞って言うんですか。あ、そうですよね。でもその時の気持ちはどうなの、行く前まで、うん、そのじゃあ台湾のお客さんたちがどのくらいコレクターズを受け入れるか、うん、まあ、心配でしたけど、その辺はもう一回行っちゃえみたいな、もう20年もやってるとね、うん、コレクターズでも不安らしいじゃないですか。はい、あの大好きです。いつから聞いてんの。あのちゃんと聞き始めたのは結構21世紀入ってからなんですけど、うん、21世紀入ってからってもうすでにもう5年ぐらい経ってるわけでしょ、はい、いやその前から
何時って言われたんですけど、一回あの、うん、ライブをたまたま、あ、見たんだ。はい。ほら。でもそこで一気にガツンってきて、うん、あの、それ以来、そのライブ見た後、半年ぐらいずっと毎日コレクターズばっかり聴いてます。うわ、すごい。今日のメイン司会者でじゃあ、マリオ。エアギター的にはどうですか僕の質問してるし逆だって。いや、あの、何度かあの やらせていただいてます。コレクターズの曲で。あの、そうですか。はい、一応ね、あの、エアギター日本で3位の男です。そうらしいですよね。はい、先日ちょっと某所でお見かけしました。うん、堪能しましたけど、ね。マジですか、まだあと喋るだけなんですけどね。そうですか。喋れないからエアギターっていう。ああ、ちょっと今日鍛えたいなみたいな。あ、そうですね。あと、いかに、もう、ギターが弾けないから、エアギター。弾けるじゃん、だって。逆に、はい、今、孝太郎さんに聞きたいものとかってあったら、教えてもらうタイミング的には、はい、いいチャンスかもしれないけどね。やっぱりあの、自分の弾いてるギターが、かっこよく、うん、聞こえないんですよね。あの、なんかが違う。何かな。なんだろう。それがわからない。音はそんなに、リズムもそんなにとか。でもなんかこう。ギターに大事なこと。ね？っていうことかな。じゃあ。それもよっちゃんは専門家だからね。いやいや、僕はギターに大事なことはデザインですから。デザイン。デザインと色です。あ、あとメーカーと値段。そうですね。まあほぼ言えてますね。そっから先はあとは本人の努力次第。やっぱデザイン気に入らなかったらやる気しないもんね。ね、今日335持ってきてくれてますけど。そうなんですよ。はい。これでもね、335ってね、ギターがね、うまくないと勝っちゃいけないギターだと僕ずっと思ってて。やめてくださいよ、そういうこと言うの。なんで？なんで？全然いいじゃないですか。昔わかるわかる。だから僕らほら同い年じゃない。だからその世代的に、ね、リカルトンとかリリートナーとかなんか、わかるわかる。ああいうフュージョン系の人たちがみんな335を使ってて、そうそう、ああいう音楽をね、うん、こう、わかりますよ。巧みにこういうことできる人が持つギターなんだとかって思ってて。はい、まあいいじゃないですかね。はい、この話はここまで。また来週、はい、そういう感じじゃないから。全然さ、コレクターズの話しないと。やっぱ今。いや、そんなことないですよ。僕、うん、よっちゃんの話聞きたくて来たんですよ。いや、絶対嫌だ。コレクターズベスト版が。去年ですけどね。それは20周年記念になるんですか？いや、全然。関係ない。関係ない。まあ、うん。まあ、いろいろ。これ書いてあるんですよ。ベース、タイトル言っとこう。ね、ベストアルバム。グレーテストトラックス。そうでしたっけ？学士。そうですね。学士。最近ちょっとその辺疎くてね。その初期の頃に比べてはやっぱり、そうですよ。ね、そう なるもんね。やっぱ最初は自分の出た雑誌とかももう、チェックするでしょ、うん、そうそうそう、うん。あと取っとくでしょ。取っとくし。ね、ファイリングしてたりなんか。今いつ出たか知らないですもんね。これ良くない。今日やってる取材が何かもわかんないんだけど。ね、はい。これ良くないんですよ。うん、良くない。僕はもう20周年を機に、またもう、CD やってこう自分の出すような、はい、そういう男にまた帰りたきますよ。CD やって、ね。これ絶対やってたんですよ、みんなデビューの頃はね。一番、こう、じゃあ、かきくけこうで、こう、さーしーとかになってると、どうしよっかなと思いながらも、コレクターズ前に出しちゃう。死んだところに出ちゃったりとか、ね、見えるところにね。はい、そういうのも、つまり、あと、こうやって入ってると、はい、前向けて。だってあれ、こんなに横に入れたら二度と売れないよね、あんなもんね。だって見えない。ね、文字ちっちゃいんだからみたいなね。はい、そういうの、本当思いますね。はい、でも20年前だと、CD じゃないんだ。レコードですよ、レコード。ね。レコードとカセットも出してましたから素晴らしい、サードから3枚目のアルバムから CD だけ、うん、CD だけ、でもやだっつって、うん、アナログのジャケットを作ってプレゼントしてましたからね。あ、本当に、あら、そのジャケットだけ、ジャケットだけ、あ、ジャケットだけ、あ、それはおしゃれだな、うん、だまあ今のデカジャケの走りですかね、あれね。レコードの時代はどうなの。僕小学生の時に初めて買ったのがもう CD でした。うん、そう、はい、若いんですね。いじり系で今日。いや、ちょっと年齢はまずわからない。年齢不詳。いや、若い子まで30です。若いじゃないですか。ここでだってちょっと一回り。僕ら同い年ですよ。あ、なんかさっきおっしゃった、うん、あの寺内ヘンドリックス高校生の時でした。僕らが一緒に13年前に やってあれですよね。一緒に出た。毎週楽しみで毎週テラ編ね。はい、テラ編。それがいくつ？17です。17。はい。じゃあもう結構世の中明るかったですね。マリオさんの頃は。あ、どう。僕らまだちょっとこうトーンが暗い感じを
覚えてますからね、あの工場の煙とかね。だってまだほらあのだって僕らが知ってる子供の頃は、うん、外の景色とか人の着てる服とか全部白黒よ。写真見ると全部白黒なの。カラーがない。だって今だったら歯医者でこうセラミックで白くなるもんね。僕ら銀歯だもんね。そういうとこから行くんだ。うん、あとでも僕はあの友達少なかったんで、うん、あんまりこう楽しくもなかったです。あでも友達少ないと楽器が上手くなる。うん、当時いろんなものに手出してたんで。ああそれがダメなんだ。え友達少ないと楽器上手くなりません？それ親切ですねそれね。嘘絶対。本当？絶対。楽器始めた頃とか若い時とかに。りょうちゃんっていつから弾いたの？僕小学校の5年生あそんな早く、うん、あそうですか、うん、で中学入って、うん、みんながギターとかを始めた頃にもうこうギター弾いてるんだけど言えない。あ、うん、なんかよっちゃん東京出身ですよね。東京です。あどこですか？え僕東京ですけど。東京どこなんですか？僕あの目白っていうところなんですけどね。うんフェルナンデス。あそうそうそうはい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 。あの工場が昔からありまして、うんうんうん、斉藤楽器の頃からですね。じゃあね斉藤楽器ってでしたっけ。フェルナンデスってでも中学校の時フェルナンデス買ったね。ストラトキャスター。フェルナンデスはね憧れでしたね僕は。本当いとこのお兄ちゃんがフェルナンデス。フレッシャーでした。うわフレッシャートムソントーマス、僕最初はアリア。アリアか、うん、エレキはトムソンだっけ。ギブソンのあのそう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 。あいろんなのあったからギボンとか。そうギブソンギャバンとか。トムソンはさレスポール薄いんだよね。うん、そう薄いの、うんはいはい。あれはなんともよかったな。嘘くさい。あとね中が空洞のレスポールとかね。いろいろ空洞のレスポール。空洞のレスポール。あとすごいのはこのハンバッカーのピックアップの片っぽしか入ってない。シングルコイルでハンバッカーに見せる。あはい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 。鉄板だけ大きいぞみたいなこの上のね。それはあったけどなと。マリさん昭和ってこういう時代だったんですよ。いや。そういう話あのね、はい、僕ら中学校の時にねリーガルのスニーカーが入ったんですよ、はい、で靴に R って書いてあるんですけどねパチモンが出回ってですねピーガルとかもう P とか K とかいっぱいあってだんだん偽物が好きになってきちゃって僕そう俺 K 高太郎だから K 買ってK だねっつってもうどうでもいい話なんですけどね。それでいいんだ、そうそうですよ。偽物でも偽物っていいすごくいいですよね、うんうん、すごくいい。そう偽物作ったもんいっぱいギターあ、ギターね。自分で一生懸命サインペンでこうやって書いて、うん、フェンダーとか書かしたらもう天下一品でしたよ。僕もね、タバコでね、うん、あのシンセってタバコあったじゃないですか。シンセ両切りのね、はいはい、あれにセブンスターのあのフィルターつけて、うん、シンセブンっていうのが知ってたどうかなそれ、うん、一番好きになった音楽はパンクロックですね。パンクロックやっぱり、そうですね。何から入ったんですかそれ。僕はやっぱセックスピストルズ。ピストルズ、熱いんだ。でもなんかこのとにかく、うん、こういう、うん、もうだから僕エアギターフィーリングで始めたんですよ。ね、このあんまりこのテクニックよりでまあいろいろやってさ、うん、でもなんかこういうさ、こういうさ始まってくるわけじゃん。うん、でもやんなきゃなみたいな感じになっちゃう。一応やんなきゃみたいな。で、あの僕らあの時代的に、はい、ヘビーメタルとか出始めた頃でしょ。出始めましたね。こう早い時代じゃないですか。はいはいはい、はい。こういうさ。はいはいはい80年で78年、うん、9年、うん、手を出しちゃいけないと思いつつも、うん、まあやってみたりとかやってみたりとか、はい、ライトハンドもライトハンドやったけどくじけましたね。なんかバンヘレンのこれどっけすごい似合わないんだけどすごい似合わないんだけどすごく多分ねめったに見れない映像だからちゃんと撮っといて構えないとこれできないのこうやってだって普通にこうやってさみんな余裕でさこんな逃げ合ってしまったらこれやるでしょこうやってこれ俺こんな足までやってこうだもんねこうやってできないですよ。あなんか珍しい映像見るとすごい貴重な映像だな。こういうさあとさこだ。こういう。はい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 。あったあった。消しといて。さあじゃあそういうテクニックものにも一応行ったと。一応行ったというかまあ流れ的にね、うん、しょうがなかったですよね。うんうんうん。うん、それでじゃあということは本当にありとあらゆる音楽を聞いて、はい、いろんなもの噛んで、うん、でそこで一番ハマったのがパンクだったっていうこと。パンクだったですね。だから結局。うんリズムギターってことですよね。もっと言っちゃうと。あ、うん、今でもあんまりソロとかはそんなに、うん。なんかだからそうなるとやっぱピート・タウンジェント的な立場っていうか。そうそうそうでだんだんやっぱりそのパンクから始まっていろいろまあいろいろ途中通るわけよ。ハードロック、ヘビーメタル、AOR。うん。まあ、行った。しょうがないでしょこれ。だね。我々の世代はしょうがないでしょ。しょうがないしょうがない。それしかない。マリオさん。でもそれリアルタイムなんですよね。リアルですよ。それはすごい羨ましいですよ。羨ましい。はい。
だってまだだって僕らギター始めた頃、ゼッペリンが存在してたんだもん。そうですよ。うん。レッド・ゼッペリンの新譜を楽しみにした。そうそうそう。うん、僕、その時まだ物心つくかつかないかぐらいとかなんで、うん、すごいそれは羨ましいです。うん、そうか、ゼッペリンの新譜を楽しみにした。それインスレディアドドアのことですよね。そう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 。今回はなんかジャケットがいろいろあるらしい。あれジャケットは紙に入ってるらしいぜとか。あれカトゥーンとかその真似してるんですかあれ。どうでしょうね。カトゥーンもやってるんですかそういうこと。やってましたよ。あら何種類ものジャケットで。うん、あでもね、台湾で売ってましたもん。あの子あ本当。台湾で売ってるんだ。台湾でそんな商法してるわけですね。はい、ああでもあの頃はジャケ違い裏ジャケ違いで、うん、ロッド・スチュワートがいたり。あ本当に。うん。ベイビージェーンとか、ベイビージェーン、I never said that you know とかっていうあれが入ってるねアルバムがね、はい、裏側が違うんですよ全部。で裏側を9枚集めるとロッドの顔になるとか。いやダメ。いやらしいでしょ。確かね9枚でロッド1枚ができるんですよ。へー。キスもそうですねソロ。あったね。キスのソロ4人で一つのなんかジャケになる、うん。やりましょうよコレクターズもそういうこと。いや、うちだね、うん、やろうかな。間抜けですね。